おはようございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。村島弘です。今日は日曜日ということなんですけどね、最近割とね、晴れ間が多いですよね。肌寒いぐらいでね、洋服ジャケットを着たりしておしゃれをしたりね、いろいろ皆さんね、行楽地に出かけてみたり、山登りをしてみたりとかね、楽しんでいらっしゃる今の季節じゃないでしょうかね。食べ物もね、美味しいですよね。飲み物も味わい深いしね。今ね、僕はコーヒーをね、日曜日の午前中ということでね、飲んでますけどね。もうコーヒーはね、自分でミルで砕いて、で、ドリップをいつもして飲んでるんですけどね。日によってね、濃いめにしてみたりとか、ちょっとこう爽やかに酸味が効くぐらいで抑えたりとか、いろいろ楽しんでますよ。そうですね。まあ私も明日からまたですね、サラリーマンでね、仕事にはなるんですけど、長嶋さんも言ってましたけども、ライスワーク、ライフワークってありましたよね。ライスワークっていうのはね、僕が今更言うこともないんですけどね、やはりね、何でしょうね、私もライスワークかな、どっちかねって言われたらね、まあ私は製造業で、車関係だったりする、製造業だったりするんですけど、そうですね、やっぱり世の中の人が幸せになるっていうことに直接自分のやってる一つ一つの仕事がですね、役に立って、世の中の一人一人、まあ車で言えばユーザーさんとかが幸せに感じる、心地よく感じるとかっていうことに、自分がやってる、その今日やった、この午前中やった仕事はって言ったら、直接は全く影響がしていないし、だから自分がこう、なんか人のためにできることがあって、気持ちよくできるっていうことができたなって、実感をこう自分で得ることが難しい仕事なんですよね。だから、なんでそれよりも、悪い言い方で言うと、サラリーマンなんで、やっぱり会社の歯車の中の一部になって、この部分を動かすために自分はこの部分を動かしたよみたいな感じになるんですよね。で、それはやっぱり会社員でサラリーマンですから、会社がやっぱり利益を持つために会社を持っているので、その利益をもっともっとこう効率よくするために、私も一部で動いているみたいな感じになってしまうわけですよね。まあそんな感じであるんですけどね。でも最終的にその会社が成長して、より余裕が出てくると、将来展望的にはよりそのね、感動できるような製品が作れるようになってくるんではないかな、会社全体の意識としてっていうことですね。まだまだ僕の会社も死に物狂いでね、頑張ってるような時期なんだろうと思うんですよね。まあ今この時期はね、本当酷な状態でですね、材料とかいろんなものがなかなかこう物資をこう輸送して、大量生産の場所に持ってくるっていうような、そんな感じのイメージなんですけど、あんまり細かいことをここで言ってもあれですので、まあそんな感じで、まあなんとかこう日々こう生産しているっていうような感じなんですよね。まあ私もですね、今の会社も20代の後半から今の会社にいるんですが、私は図面を最初引いてまして、設計部門ですね。設計部門にいたんですよ。で、その後製品を評価する部門だったり、で、今は品質部門っていうとこにいるんですけど、品質部門っていうのもね、結局例えば図面とか、要は製品のもっとね、細かい
どうやってその製品ができているとか、どういう役目があるのかとか、そういったことがね分かっていないと結局品質管理もできないんですよね。というところで、私はそういったそのね、今までのいろんな経験の集大成の部分が今の仕事には生かしているなっていうふうには思っているんですけどね。まあまたその何でしょうね、そういった今の全体的な経験っていうのがまたそれが一つの経験になって、また違うことができたり、違う業種にも応用ができたりとか、そういったこともできたら楽しいなと思っていて、やっぱりサラリーマンって長いこと仕事をしていると、どうしても自分はこの枠の中でしか働かないというか、もう視野が全くそのよそに行かないんですよね。で、実は仕事にそんなに分け隔てというか、その区切りなんてなくて、ある一つの仕事がやりこなして、その実績とか自信とか経験がついたら、他の仕事って全く違う業種の仕事でも、なんかもうヒントみたいなものを自分の中に持っていると思うんですよね。だからそこに気がついたら、本当自分がやりたいことっていうことがもっともっと可能性が見えてきたりすると思うんですよ。だから諦めない、あとちゃんと気がつこうみたいな、それさえできたら人生が変わると思うんですよね。っていうことをね、まずはそこに気づくっていうところから始まると思うんですが、そうやって気づいて、ちょっとそう思えるだけでも、もう何でしょう、 100% 例えばやりたいことに向かうことに対して、そこに気づくこと、気づかないことっていうのはすごく大きなことで、それだけで 20% ぐらいはもういっちゃってるんじゃないですかね、っていうふうに思いますね。まあそうやってそれに気づいて、本当サラリーマンが人はやりたいことをやって、例えば自営業でかっこいいよね、すごいよね、でも僕には真似できないよって思ってる間は結局その状態のままなんですよね。そこに気づいて、あ、自分でもできるんだっていうふうに思っていくことっていうのは、やっぱり最初の一歩でもあるし、その一歩がなければ何も自分は変わらないと思うんですよね。ましてやその会社員というのは、周りにいるその、ね、同じその同僚とか上司部下みんな全員同じような枠の中で働いているので、結局同じような考えの人たちばっかしが集まっているんですよね。で、そのような状態の中にいてしまうと、なかなか生活を変えるのが難しい、常識が一緒だからっていうことでね。だからプライベートでね、いろんな自分の仕事以外のいろんな業種の方々と話ができるっていうことは、とってもね有意義なことなんだろうなっていうふうに感じますね。まずは気づくことができますからね、っていうふうに思いますね。私もバイクのツーリングだったりとか、音楽とかでいろんな自分の会社以外の方々と接して話ができたりして、例えばその仕事の話だけでなくても、いろんな物事に対するその何でしょう、自分の立ち位置とかなんか感覚っていうのが違うので、やっぱり人それぞれのその考えっていうのが面白いんで、ちょっと話をしたりするだけでもすごく得るものとか発見とか、そういったものがあると思うんですよね、っていうふうに思っています。あとですね、また話はまた全然変わってですね、私の妹がですね、雑貨とかそういったもの、ね、コーヒー店がやりたいなとか、おしゃれな雑貨屋さん、こじゃれたねっていうような感じでやりたいなっていうのがあってですね、で今新しいブランドをね、自分の自己のブランドを立ち上げて、でそこでね、例えばこの可愛いマグカップとか、あといろんなね雑貨とか、そういった感じのものを今企画とかね、あと実際にもうある程度スタートしてるみたいなんですよ。またそういうのもね、
そういうのって生活の中でちょっとこうパッとこう目に見えるところにそういうものがあったりとか、コーヒーを飲む時とかそういう時にちょっと和みますしね、生活がちょっとこうプラスアルファで豊かになるものっていうふうに僕は感じてるんですよね。僕もそういった感じでね、雑貨が好きで、やっぱりその自分のリビングとか玄関とかそんなところにもアイポイントっていうのがね、こうパッとこう見て和める場所っていうのがこう普段の生活の中でね見え隠れするっていうのはすごくね生活が豊かになることじゃないかなっていうふうには思っていますね。っていうふうに思っていて、またね、そのうち紹介をしてみようかなと思ってるんですよね。まあそんなこともあったりね、いろいろねそういったこともね自分でもやってみたいと思ってるし、応援したいなというふうに思っていますよ。ということでね、本当自分のやりたいことをねいろいろやっていけると楽しいですよね。はい、それではね、今日はまだ日曜日の9時10分ということでね、もうどういうふうに過ごそうかなっていうふうにね思っていますけどね。はい、それでは皆さん最後まで聞いていただいてありがとうございました。はい、ごきげんよう。